はい。皆さん、どうも、こんにちは。え前回、浦和戦の動画はね、上げることちょっとできなかったんで、まあせっかくなので、今回のね、天皇杯の交戦と同時に、共通ってなったりとか、まあその浦和との試合をやってできたこと、まだ足りないとこってとこに、ちょっとフォーカスしていこうかなと思っております。まあ、今回ね、 甲府、えー、相手に3度目の正直というところでね、まあ、2連敗食らっていたんですが、天皇杯で。うん。まあ、やっとリベンジができたというような試合結果にはなりました。まあ、ただ、えー、内容は、まあ、カップ戦なんで勝てばよかろうものなのだ。まあ、もちろんなんですけれども、ちょっと内容としては不安なところは多々あったので、まあ、そこ見ていこうかなと。 今回はね、えー、テレビでやっていたっていうこともあって多くの方が見られたとは思うんですが、一応ね、えー、試合内容を振り返っていこうかなと思います。はい。で、スターティングメンバーこちらですね。前回の浦和との試合でデビューしました田川が、今回はワントップに入りましたね。で、左に藤井がスターティングメンバーから起用されて、ボランチはライコそしてミサオ、この二人と。左サイドバックには菅井が入りましたね。まあ、フルス対決ということで。 うんまあ、ただ、先に言うと、えっと、このスターティングメンバー11人の中で一番良かったのは、本当に須貝だったかなと、個人的には思います。それぐらい、最近の彼のパフォーマンスいいですね。うん、あそこも見ていきましょうか。で、対する甲府なんですけれども、まあ、うちとやるときは毎回恒例かな、ちょっとね、甲、え、府、ー、のリーグ戦全部終えていないっていうのもあるんですが、まあ、おそらくこのやり方。まあ、3バック、で、守備陣、5バック。 で、ボランチが二人いて、まあ、シャドウもしくはサイドに開く選手が左右。一人ずついて、トップと。で、やっぱり、甲府の怖いところって、うちからすると、この三平選手なんですよね。うん、やっぱり彼は高さあるし、ヘディングも強いんで、ちょっとこう、警戒必要かなと思って見ていたんですが、あね、やっぱりいい選手ですよね。で、えー、っと、うちの選手、 やっぱりというかこの天皇杯で出てくるふ、まあ、普段のメンバーではないスターティングメンバーが、まあ、名前をね連ねていきましたけれどもやっぱり怖くないかなうんっていうのが1個でまず特徴的なのはトップ下に樋口が入ったよっていうところで彼はねまあ右サイドだったりボランチで出ること多かったんですが まあトップ下の方がいいのかなと思う反面今回に関して言うとトップがねあの裏を取ってくれるような田川だったからこそまあ生かしやすいのかなとうんというところでここ持ってきたと思いますであとはボランチかなちょっとこの2人の相性は決していいとは言えないのかなと あとは最近のアントラーズの攻め方としては結構ボランチが二人ともガンガン前に攻撃参加していくっていう場面が多いんですけれどもこれが果たして数的有利を生むためには必要な動きだとしても得点を奪うチャンスを作る面に関して脅威を相手に与えているかって言ったらそうでもないっていうのが本音なんですよねどちらかというと 1> ここ1人が、まあ、今回ミサオの方が降りてくる分にはふさわしいかなと思うんですけれども後ろが1人いて前5人もしくはサイドバックを上げて攻めていくの方がいいと思うんですよねむしろここ2人上がっちゃってる分真ん中ごちゃごちゃしすぎて結構前半とかも多かったんですけどどうしても片っぽのサイドでボールを作りがち、うん、回しがちっていう場面が多くてなかなか まあメンバーにね、まあ普段だったらここ安西とか、鈴木がいるっていうのもありますけれども、逆サイドに展開できる選手がいないっていうのもあって、余計その片っ端で、コマ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 やってるなと、うん、いうようなのがだいぶ目立っていて、 で、途中で監督もね、あの、選手に対する指示でもっとピッチを広く使いなさい、というような、まあ、ジェスチャーしていたんですけれども、ま,あ、まさにその通りで、結局、相手もこうやって3バックないしイ5バックでガッて守ってきて、ボランチ2人が真ん中を固めているときに、以下アントラーズが押し込んでこう持っていったとしても、まあ、数としては別に優位を、 れているわけではないしでここのサイドバックが上がっていってここのフォローでここでチャカチャカやっていったとしてもどうしてもねここを確かに見ていく人数増えますけどその分相手のねここのポジションの先生が戻ってくるのも当然でじゃあ反対側のこの3人でこの4人を相手に何かスペースが生まれて効果的なシュートを打てたかっていうとそんなことはなかったかなとでこれは今回の甲府戦に限らず浦和戦でも同じようなことが起きていたかなとうん。 なので、まあ、もともとね、アントラーズっていうチームは、相手がしっかりと、あの、ブロックを作って、真ん中を固められた時にどうしても、うん、点を取ることができないっていう苦手意識みたいなものがあったんですが、まあ、それを克服しようとね、まあ、数々の監督がチャレンジをしていったものの、やっぱり崩せていないっていう結論は変わらない。うんで、えっと、これの原因っていうのは、まずは、えっと、サイドの、 選手がうまいことをこのセンターバックとサイドバックの間を抜けてこういった怖いゾーンに押し込むっていう動きが少ないんですよね。どちらかというと相手のブロックの前でボールを持ってこのここのサイドの大外でうまくクロスを上げるだったりっていう選択肢が多いのでここを1個ボールウォッチャーで引き寄せて裏取りましたっていうチャンスがかなり少ない。要するに相手のペナルティー ゾーンのポケットをつかみますよっていう動きがやはり少ないかなと。で普段のメンバー、まあ、今回、藤だったんであれなんですけれども、やっぱり普段の攻め方だとサイドの攻撃の厚みっていうのがどうしてもサイドバックでしか生み出すことができていないっていうのはあって、中に絞る分当然、釣り出しやすいで、その釣り出した結果、フォワード、もしくはトップ下の選手っていうのがここに顔を出しやすいっていうのはあるんですけれども。 結果的にここにボールを配給できる人がいないんで、そうなってくると、ここのアクションって意味があるのかなって話になってしまうんですよね。これをやるんだったら、もともとサイドの選手が奥深いところまで行って、ここを引きずり出して、まあカットインしてシュートするなり、縦に行ってクロスするなりの方が、得点の可能性としては高いのかなっていうのは、ここ最近の試合も見てて思うことではありますね。ただその中でも役割をできる選手っていうのが、まあ、手駒として揃っていないっていう現実はありますね。うん。 そういった面で言えば、えっと、サイドで勝負をできる人間、選手を両サイドに今回は並べてきたんですが、まあ、左はね、すごい頑張っていましたけれども、まあ、攻撃の厚みという面で言えば、安西よりは劣ってしまう。ですが、その分ね、えー、今シーズン、特に本当に後半戦近づいてきてからですか、かなり守備対応良くなったかなと。うん。で、しっかり走ってくれているので、相手をその、つれ、り出したりっていう動きもしているし、 この試合にもありましたけれども、中に顔を出してシュートを打つ場面もありましたし、菅井自体はかなり良くなったかなって、本当に成長したなって思いますね。うん。で、ノーノーも相変わらずしっかりやれてるんで、まあサイドバックが悪いっていうのはあまり言いづらいかなと。やっぱりどっちかっていうと、このサイドハーフがもうちょっと、あのー、コーナーを獲得する回数を増やす、もしくは、 1>, 1人ぐらいかわしてからアクションを起こすっていうのがもっともっと求められてくるかなと、うんで。あとは、その今回はね、えー、裏を取ることが得意な田川がフォワードだったんですけれども、まあ、ここがサイドに開いてうまくボールを受けたところで、中に詰める選手の圧力がない、樋口、雷光、三を上がってきて、まあ、諸岡が中に詰めてきたとしても、やっぱりちょっと攻撃の厚みとしては怖くはないかなっていうのが、まあ、点を取れなかった原因だったかなと。 いうようよなことが間違いななくありましたなので、このメンバーを使っていく以上は、比較的ボールだったりパスを出しやすいトップ下の樋口がボールを持った時に、うまく相手の裏をこの前の3人で、裏にボールを出して、そこからうまくま短いパスでつないでトントントンとゴールを決めるっていうのは理想的だったとは思うんですけれども、今回みたいに真ん中しっかり引かれちゃうとなかなかこの裏のスペースっていうのも生まれなかったですし、 甲府もね、前からガって来るよりかは、しっかりブロックを敷いてくるチームだったので、まあ余計うまくいかなかったかなと。うん、で前半ね、最初の方からは、えっ、ー、と、比較的ボールを持つことはできていたのですが、まあ持たされるというよりかは、自、自ら持つというような展開はあったんですが、徐々に徐々に、うん、甲府に持たれるようになってきて、何より自分たちでボールを回すっていうのが先ほど言ったみたいに、サイドに偏っちゃうとか、結局、攻撃的なアクションを起こせないで、相手ボールに渡ってしまうっていう場面があって、リズムとしてかなり良くなかったですかね。 その中でも、そのボールのリズムを作り出すっていう意味では、ちょっとこの、今回で言えばこの真ん中の3人は、えー、ボールを握るっていう面で言えばあまりよろしくなかったかなと。いうような、えー、感想ではありましたで。特になんですけれども、まあ、やっぱりあまり良さが未だにわからないなというのが、ライコ。うん。で、えー、彼は時折結構いいパスを出す選手なんですけれども、 もうこの辺りまで見てくると、真ん中で、バって、あの、まあ、詰めるとか、プレスが速いじゃないですか。こういった相手に対してかなり弱いのかなと。うん。ゆっくり持たせてもらうんだったら、あれなんですけど、考える時間がほとんどない状況だと、あまりいいパフォーマンスを残せてないのかなというような印象がありますね。で、まあ、前回の動画、まあ、前回だったりが前の動画でも言ってますけれども、やっぱりトップ下で入った時にパスミスでロストをするっていうのと、 このボランチの位置でロストをするっていうのでは全く意味が変わってくるっていうのはもう前話した通りで、このボランチに入れてパスミスがやはり発生してしまっていると、ピンチにつながっている。うん。以上、まあ、ボランチとして安心しておくことができる選手とは到底言い難いんじゃないかなと。ちょっと辛口ですけどね。うんで。そんな中ですね、えー、まず先制点食らってしまいましたね。 いやー、まあ、ちょっと先生って嫌な流れが始まっちゃった時ぐらいに、まあ、うまいことね、まあ、先ほど言った三平がファーサイドに開いてきたところをうまく、もう、いいクロスから大外ヘディング、ガツンで決められたんですけど、まあ、あそこの対応っていうのも、やっぱり自分たちがボールをしっかり握っているだけで、前に押し込めてないシャン、チャンスシーンが全然作れていないっていうのが、まあ、間違いなく原因だったかなと。 この試合の中でのリズムっていうのを全然つかめていなかった。もう相手に自ら渡してしまっていたのが原因かなと。うん。ちょっとこれは嫌な流れで先生しま、先生されちゃいましたよね。でもなんですけどね、まあ前半最後の最後ですね、アディショナルタイムにこれよく藤井決めましたね。あのクリアボールからポーンってきたのをうまくかっさらって、まあ、キーパーと一対一まで持ち込んでうまくまた抜いたんですが、あれはもう完全に藤井の個人技、うん、で決めた点なので、まあチームの約束うんぬんっていう話ではなかったのかなと。 まあもちろんクリアをするときに足の速い選手めがけて走って、まあバウンドをうまく狙ってチャンス作れないかなっていう意図はあったと思うんですけど、まあ結果的に言っても藤井の個人技で点を取れただけ。むしろ藤井はよく点を取ったなと、あの状況。これは本当に素晴らしいシュート、そして動き出しだったかなと思います。で、後半に入りましてやっぱりリズムが悪いと。うん。やっぱりリズムが悪かったので、まあ結局ね、温存できずに、 変えることになりましたね。まあ、パフォーマンスが決して褒められなかったライコのところに、えー、ナを投入してきまして。で、えー、っと、タガワがね、ちょっと、どう、ワントップやれるかなって期待はしてたんですが、まあ、やっぱり難しそうでしたね。えー、タガワがここワントップできなかった理由っていうのは、 まあ彼の武器である抜け出しだったりとか、まあ、左足でカットにしてシュートっていう場面はね、まあ、見られたんでよかったんですけれども、やっぱりボールを収めることがあまり得意ではないかなと。うん。あの、後ろ向きでボールを背負って、一個落としてっていうポストプレイですよね。そこを田川に求めるのはあまり良くないのかなって気はしましたね。ただ本当にこの使い方としては結構、チャッキーと似ているんですよね。うーん。 チャッキーも決して前でポストプレイをするよりかは裏抜け出してっていう選手なので、タガーも似てるだろうなと思ったんですがまさにそうで、ここポストプレイできたらかなりユーマも一個こうやってポジション下げて楽になったりとかできたんでしょうけど、まあ今の段階ではちょっとまだ難しそうなのかなという評価になってしまいましたね。なので前でボールを持ってためを作ることができる選手、そしてまああとは この前に飛び出していったとき、ボランチがつこういう参加したときに攻撃の厚みを増やすことができるナゴ、うん、もうここに投入していきましたね、うんで。ここまあ、ここ入れ替わったりとかしてはいたんですけれども、まあ、結局、まあ鈴木をトップで使うんだったらナゴを近い位置に落ちたいっていうのは、まあ今のアントラーズのやり方では必要不可欠なところではあるので、まあ妥当な交代だったかなと。 で、そのままですね、えー、1、1の状態で後半、しばらく続けていくんですが、まあ、ボールを持ったり、持たれたり、うーん、まあ、なんて言えばいいですかね、結局、この前半と比べて、片っぽのサイドでちまちまやることは減ったんですけれども、やっぱりこのメンバーを見ていて気になってるのは、結局、鈴木が下に降りてこないと攻撃を組み立てられないっていうような、まあ、今シーズン前半に見られたことっていうのが、まだ再発しちゃっていて、 結局前に誰もいないんですよねっていうのがありましたね。まあ、ここ当然ね、足の速いこの二人が中に詰めていくっていうシーンはあったんですが、まあ、相手も今回5バックなので、なかなかこの二人がね、詰めていった、まあ、もしくはトップ下の名護が詰めていったとしても、鈴木がサイド開いてこ,こ見に行っても、まあ、ここ完全にも数的不利が発生しちゃっていて、で、ここがボランチが飛び込んでいったとしてもあまり怖さはないし、まあ、ミドルシュートで最近決めたっていう実績もないがゆえに、そこまで強くマークしてこなかった。 どちらかというとボールを持たせていたみたいな展開が続いちゃっていたので、まあ、なかなか怖い攻撃っていうのを作ることができませんでした。なので、まあ、試合を見ている自分からしても多分これはセットプレイ一本決めなきゃいけないなと。で、今回の、まあ、テーマなんですけど、浦和との試合、 共通して見られた方っていうのは今言ったみたいに結局押し込まれた相手に対して何もできないっていうのはこれ変わってない点なんですよね、うん、結局サイドでコネコネしてあの綺麗に崩そうとしすぎてるのかなっていうのもありますし何よりミドルシュートが少ないなと、うん、打たなきゃ始まんねえぞっていうのがなかなかうん実践できていない点一方でその裏輪戦と比べて克服できた点っていうのはこれ結果的に決勝点につながりましたけれども ま、コーナーキックですよね。簡単に言うと。うん。コーナーキックですよ。あのー、苦しい時にコーナーキックで点を取ることができるかできないかっていうのは間違いなく勝ち負けに関係してくる。で、えっ、ー、と、それまでのキッカーは樋口もしくは名護やっていたんですが、なんか合わないなっていう点はあった。うん。なんで、ま、ここ途中でね、え、藤、よく頑張りましたね。そこに帰えて柴崎。で、柴崎をトップ下に置き、まあ、名護と諸岡をチェンジするような形でやっていましたね。 で、柴崎がね、入ってからやっぱりボールを持つことができるし、まさに主導権を握るっていうやり方ができていたんですが、なかなかシュートチャンスっていうのが、決定的なシュートチャンスっていうのをなかなか作れていなかった。でも、そんな中でもやっぱり大事なのって、セットプレイ。で、コーナーキックから、まあ、後半も終わりかけの時に、まあ、上田がズドンと。あのボールの質ですよね、結局。木口と 名護に要求するのはあのボールの質なんですよね。あの変にやるってよりかは、ここに出すから飛び込んで打ってくださいねっていう、もうそういうボールですよね。綺麗なコーナーキックでした。で、久しぶりにあのコーナーキックから点を取ったんですが、これが、えー、今しばらく最近の試合と比べてできてよかったところで、コーナーキックの獲得自体は実際多かったと思うんですよね。このサイドが、まあ、諸岡で途中から入った藤井っていうのが、まあ、奥まで 持っていってコーナーキックを獲得する場面っていうのは今までの試合も何回かあったと思うんですよ。で、コーナーキックの数も決して少なくはないと思うんですけど、何よりコーナーから点が入らない。もしくはコーナーからシュートを打っても枠に入らないし、もしくは競り負ける。うん。キーコーナーでうちがシュートを打ったらほぼほぼ入ると思うんですよね。枠内にさえ飛んでくれれば。ただその枠内シュートっていうのが全然できていない。回数が少なすぎるっていうのが、ちょっとここ最近の試合目立っていたんで、 ここでコーナーキック一本取れたらだいぶこの先も楽だなと思っていたさなか、決めたんで、ここは払拭できてよかったかなって、うん。かなり思いましたね。これは間違いなく今後つながると思います。で、その前の後半34分にね、諸岡に変えて仲間が出てきたりとか、まあ途中、で、ここ樋口途中でね、右に出るとかもありましたけれども、まあ、このような形を組んだりとか。で、えー、 中までた後はもう樋口に変えて、これ面白かったですよね、ここの交代。樋口に変えて、あの、安西を入れた時にこれどうするんだろうなと思ったら、安西サイドバックで脳ノー1個上げて、須貝が右サイドバックやってましたよね。このオプションかなり面白いですよね。これ何が面白いかっていうと、 あのー、スガイが右サイドバックで前にノーノーがいるってことは、この右サイドバックのスガイとしては、オーバーラップをすればいいっていう、結構シンプルな役割にできるんですよねで。あとは何より左右できるっていうのがとてもありがたい。うん。で、ノーノはね、ここ右サイドバックやりながら、当然オーバーラップもあるんですが、インナーラップ、もしくはボランチの一部として参加、組み立て参加できるっていうのがあるので、まあ、ここに入ったとしても中に絞ってボール受けることもできれば、大外に開いてクロスを供給することもできる。まあ、もしくは時間稼ぎもできるっていう、 選択だったんで、まあ、ここはかなり彼のポテンシャルの高さと引き出しの多さがゆえにできる戦術だったかなと。でもこのやり方は確かにそのリードしている時だったりとか、ちょっと右からのボールの保持を増やしていきたいとか、右からまた別のボールの持ち方を作っていきたいってなった時に、ここに彼を置くっていうのは、このサイドバック、 安西と須貝がいるからこそできることでもありますし、もしかすると今後のリーグ戦でやることもあるのかなと。だからこれはかなり面白かったですね。うん。でそんな中、えー、試合は終了しました。まあ、最後の最後にね、えっ、ー、と、甲府の退場になってしまったシーンもあったんですが、まあ、あれもちょっとね、早川が転びすぎじゃないかっていう意見もありましたけれども、まあ、確かにそれはあるかもしれないですけど、 あの、イエローカードを持っている状態でキーパーに接触するようなことをやっちゃいけないよねっていう話でもあるんですよね。うん。まあ、なので、あれはイエローカード1枚もらっておきながらやっちゃった時点で、まあ、いた仕方ないのかなとは、うん、自分は思ってしまいますたね。まあ、あとは全体、今回ね、山下主審がジャッジやっ,ちゃってくれてましたけれども、まあ、最近、その J リーグ通しても思うんですが、イエローカードがやっぱちょっと少なすぎるかなと。うん。 なので、ちょっと歯止めが止まっちかないというか、エローカードをもらってないんだったら、この、これもう一回やっちゃってもいいや、みたいなのが結構多いし、二回目、三回目をやってるのにイエローカードが出ないとか、ちょっとこのカードを出すことで、もう、次やったら出すよっていう警告をするとかっていうの、口頭だろうが必要だと思うんですよね。うん、このまま、どの試合でも放置するとも、怪我人だらけでまともなね、なんか、もったいないですよね、せっかくの試合。 みんな選手がね、コンディションを整えて、レベル高い中でやるって中で、やっぱりああいったカードを出さないことで、全体的に試合が荒れてしまうとかっていうのはあまり良くないかなと。まあ、あとはその甲府のアダウィートンが出てきてからも苦戦してましたけれども、やっぱ体寄せただけでファールされたっていうのは、あれは多分、わざと菅井をここに置いたなっていう気がしましたね。監督からすると。うん。今回のそのジャッジとして、アダウィートンが、まあ、 フィジカルが強いので、ちょっとね、ファールじゃないのにファール取られちゃう。まあ昔のうちでいうエベラウドみたいな形ですよね。で、ああいうジャッジをしてるなっていうのも睨んで、まあおそらくここにスガイを投入したと思うんですよね。決してフィジカル強いタイプではないんですけれども、やっぱり体の入れ方とかでうまくファールをもらうことができる。で、ここはかなり戦術的にそういうファールをもらって時間を稼ぐっていう意図で、スガイを右に回したのであれば、これはかなり いい策を練ったなと、いい判断をしたなと思いますね。はい。まあ、結果、なんとか、3度目の正直で勝利することができたと。続いてベスト8ですね。まあ、ここからベスト8はちょっと山がね、相手が神戸なので、まあ、苦しい試合ではあるんですけれども、まあ、ここを勝ったら次準決勝。まあ、間違いなく、まあ、言い方悪いですけど、準決勝よりかは次の方がきついと思うので、 ここ勝てば間違いなく決勝への道が近づいてくるなと、うん、個人的には考えております。ですが、その前にリーグ戦続くのでね、次は、えー、東京ベルディー戦ですね。うちからレンタルで行ってる3人は出れないものの、前回もね、2人出れない中で3-0追いつかれてますから、もうしっかりやり返してくれないと優勝争いなんて到底できないよと、しっかり勝ちたいところですね。次の試合もみんなで応援しましょう。 ってことでね、え今回の手の配、交付線の振り返り動画、このあたりで終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。それでは。